私だって無から飛ぶものを作り出す手は持たない。だが今この局面で必要なのはまさにその力だった。ここへ渡ってくる船の上から沈みかけの航空母艦が見えたのを思い出して道がつながった。アドミラル・アンダーセン、昔の船乗りの名前だ。この船は戦争最初の無人機空襲の時まだ偽装中でドックの中で着艇した。だから修復も早かった。アンダーセンの名は知っている。この前のオーシアの戦争で最後の戦闘機を指揮する空母から飛ばした。浸水し傾斜している飛行甲板から最後の機体を射出したんだ。それが戦争終結につながった。そんな昔話にすら私の心はしがみつこうとしている。他の連中だってみんな同じだ。失敗すれば何が来るのか、人類の歴史の終焉か。オーシア軍は艦上機の他に空軍機をこの船に乗せて占領した大陸の滑走路に運ぼうとしていたらしい。だが陸地の目の前でこんな羽目になった。大当たりだ。格納庫の中は宝の山だった。スクラップクイーンの腕を見るがいい。トリガーも他のみんなも聞いてくれ。作戦は成功した。エルジアの防衛戦力を無力化し、アーセナルバードだってぶっ潰した。だがあの2機の新型無人機がいる。あれらが全てを買い上がった。あのたった2機のためにオーシアとエルジア有志連合の航空戦力はボロボロだ。まともに飛べる機体があるのかさえ怪しい。しかもスクラップクイーンの話だと、あいつらは軌道エレベーターの通信機能を使って自分たちのデータを大陸各地の無人機生産工場に送ろうとしているらしい。自分自身を増産するためだ。しかも戦闘経験を積んで能力的に進化を遂げたデータに更新した上で増殖するだろう。戦争どころかこの星を人間じゃない者の手に渡すことになりかねない。俺たちは何としてもあの2機を落とさなければならない。俺たちが帰り着きたい。俺たちの家を守るためにも。さあ、俺たちにはスクラップクイーンがいる。どんな機体でも飛べるようにしてくれると言っている。最後の大仕事だ。トリガー、行こう。生きてこの戦いを終わらせよう。ダークブルー、いいね。いらっしゃいませ、こんばんは。大型犬でございます。エースコンバット7。なんかだいぶ盛り上がってるね。でだ、あの無人機、最新鋭という言い方をした方がいいのかな。ね、おじいちゃんの最新のデータを使った無人機と戦えということなのかな、これはね。さあ、というわけでエアクラフトツリーをちょっと見てみよう。ね、F22 から後ろには何もない。YF23 もいるが、お金も足りてるが、まあ、こっちから回ってこないといけないんだよね。まあちょっと僕は終始このラプターを信じて 8AM でも積んで、本当は 9AM が欲しいけどね。あの異常なホーミング性能のやつが欲しいけど、まあいいか。で、心配事はあのミゼット、なんだっけ、あのお姉ちゃん、王女のお姉ちゃんが生きてるかどうかっちゅうのがね、正直心配。生きてりゃいいけどな。ね、目覚めが悪いやね。さあ、どうしようかな。まあミサイル系でやっていくしかないね。ステルス塗料をどうする、いいかね。よし、もういい、これでいこう。ただね、味方機だいぶ落ちちゃってるみたいなんで、 F22 って空母から飛べんの？飛べないよね。飛べんのかな。わかんない、そこら辺の知識あんまりないもんで。さあ、どれほどの腕か見に行こうか。絶対強いんだけどさ。
絶対強いんだと思うんだ、あのおじいちゃんをデジタル化した。でしかも見たことない飛行機だったからね。いいね。話せるのか。ああ。おい、聞こえるか。聞こえてるよ。そいつは最高の状態に仕上げてある。キャノピーもピカピカに磨いといたぞ。空がよく見える。ありがとうよ。行ってこい、トリガー。ああ、かっこいい。向こうで何が見えたか、後で聞かせてくれ。かっこいい。鳥肌が立つ。うん、飛行機いっぱいあったじゃん。ああ、行ってくるよ。綺麗な空だ。ありがとうな、みんな。ものすごい英雄感。これを味わいたくてエスコンバットやるんだよね。そうだな。重要なのは我々は戦うべき相手を知っているという点だ。違うか。そうだ。そしてここにいるものは分かっているはずだ。誰についていけばいいかを。頼むぜみんな。オッケー。ゼギ、トリガーに続け。よろしく頼むぜ。危ない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 。通信機能がある。通信インフラがダウンした今、唯一の施設だ。UAV はその辺に止まってるんだ。賢い野郎な。当てれる気がしない。ゴールリーダーよりロープキャスター、進行方向に UAV を確認。すぐに、ぜひ、スコール隊に合流。危ない危ない危ない。やめて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 。ああ、これダメだ。いや、すんごい軌道だわ。これ当たんないね。当たる気がしない。あ、当たんないよ。当たった？オッケーオッケー。おーおーおーおお。敵の飛び方は変化しないが、ダメージは蓄積して。うわ、なんだよその動き。危ない危ない危ない。UAV がレーザー兵器を装備している。敵の機種方向に気をつけろ。当たりやしない。危ない。当たんないだろうな。当たるかな。案外距離離した方が当たんのかな。あ、これダメだ。分かってるけどさ。うふ、あー危ない。ダメか。あー、まただ。ロックオンが外れるんだよね。どういう仕組みなのか分かんないけど、当たんないよね。ちくしょう。すごい飛行機だ。ついていける気がしない。おお。せめてあのレーザー撃ってる最中だけでもおとなしくなってくんないかな。すごい軌道だ。分かってるよ。いやー怖い。敵の背後を取った。
くっそ当たる気がしない。ねえ、すごいな。やばい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 、痛かった。あーちくしょう、見えてたのに。おお、とどめになんかなんないよ。これ勝てんのか、これ。おお、やめて、痛い。どうやって落とすんだよこれ。分かってる。分かってる。分かってるけどさ、当たりゃしねえ。分かってる。くっそ。ちょっと一回距離でも取るか。うおほう、これ当たんないね絶対。うわあ、怖い。危ない。うわあ、味方もぶつかるよ。ちょっと。これ無理だろう。ちくしょ。うわ、危ねえ。いやこれ当たんない、当たんない、絶対当たんない。106発あってもそうなのよ。1個当たった、やっと1個当たった。いや、無理、危ない。危ない。この無人機、小型の無人機もすんごい、すんごい軌道だけど。危ないってばだから。あ、いた。ちくしょう、85%。無理。こんなんどうやって倒せばいいんだよ。危ない。分かってる。すごいな、全員とんでもない軌道だよ。危ない。すごい動き。危ない。これ無理じゃない？この UAV すら落とせないんだけど。なんなんだよこのレーザーの群れ。無理、危ない。よし、一気落とした。分かってる。うわー、怖い。こりゃ VR 欲しくなるな、戦局がさ。よし、 UAV を破壊。いやー、ちょっとやめて、お願い、やめて。
よし、次。あぶら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 。オッケー。必死だよ、これ危ない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 。当たりゃしねえ。オッケー、あと一発。あー、チキショ。当たれ、よっしゃ。あ、大変。あ、全部落としたよ。大変だった。ありがとうよ。カウントも無事だね。お、なんだあれ、あれ X02 みたいなの出てきたけど、何これ、やだ。もう、な、分離したってこと。すごい動きだ、相変わらず。うお、分かってる。本当？お、何？あ、落ちた。よしよしよし。あー、大変。あー、大変。すごい大変。みんないる？みんないるね。あー、大変。よかったよかった。トリガーの起動まで学んだ可能性のあるデータだった。お、風が、横風がすごい、雲に来ると。さて、実は特別なワインを持ち込んでいた。酒か飯だな。やっぱりだから、くれって。開けるとしようじゃなくて。聞こえますか。はい、あ、生きてた生きてた。無人機が、あ、危ねえ。どこ、なんだこれは。いや、それより無人機は全てトリガーが撃墜したはずだ。横風がすごいな、雲の中。どういうこと？どういうこと？彼女の言う通りだ。分かったよ。うわー、あれ、まだいたんだ。何する、何してる。トンネルかい。UAV が海底トンネルに海底トンネルの先は起動エレベーターだ。わかりました。トリガー、うん、トンネルに入って無人機を追うんだ。わかった。だがどこから出る。起動エレベーターの真下の空間で引き返せる。トンネルどれ、これか、これだな。わかったよ。やらしてもらうぜ。その無茶をやらせようとしてるんだろう、トリガーに。奴は特別だ。俺だって今度は大馬鹿野郎。あれ、やらしてもらうよ。俺は前いた部隊で学んだんだ。トリガーについていけば生き残れるってな。まあね。さあ、最後だ。いよいよ始まるぞ。エースコンバット伝統のトンネル戦。ちょっとね、 F22 安定性すごいんだけど、そのホンデッドとかと比べるとストールしやすいからね、そこが心配。うん、正直ね。さあ、怖いぞ。行くぞ。行くしかないんだ。行くからね、行くからね。あ、怖い。行くぞ。カウント、状況を伝えてくれ。生きてるよ。よし、生きとも無事だな。あ、時間がない。無線はすぐに聞こえなくなる。無人機によるデータ転送にはわずかな時間しかかからない。どっち、どっち。ああ、おおおおお、毎回こういうこうギミックがあるんだよね。閉まってくる、閉まってくる、閉まってきてる。うー、怖い。あ、閉まってないよ。さあ、次どっちだ、どっちだ。
やめてよそういうの。カウントも来てんのか。大丈夫かよ。よろしく頼むよ。こっちは前に専念するよ。はいよ、頼りにしてるよカウント。チャラけたふりしてた最初の頃と比べて随分ちゃんとしっかりと熱い相方になったね。さあどこだ閉まるのは。そことそこが閉まるの。そういう感じ。怖いよ怖いよ。何作目だっけ、この状況で鉄器とかヘリとか出てきたことあったからね。もういい加減にしてくれと思ったけど。次はさあ来い。あ、正面しかない。急に開いたりする。正面閉まって、正面閉まって急に開くとかやめてよ。おお、なになになに、やめてよ。カウント大丈夫か。着陸して、着陸した。着陸して、着陸、ほら下着陸できるからね。1日半ぐらい歩けば多分出れるから無理しないでカウント。大丈夫かよ。フラグにしか聞こえないんだけど。後ろいるの、鉄器大丈夫。ああ無理しないでいいよ。ロックできる距離にいんの。当たんないよね。あ、一発でいた。むずい。あー、ダメ。チキショーストールしちゃった。かっこよく決めたかったのに。さあやり直そう。どっからだ、どこ、ここ反対回りしちゃったのが原因だよね。そう、こっちから曲がんないと。スピード落としすぎずに。こいつ絶対反対回りになるようにプログラムされてんのかな。これ無理じゃない、これ同じ方向回ってる限りは。撃墜した。オッケーオッケー。あ、俺も撃墜する。危ない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 。ちょっと待って、ちょっと待って。もう一回だ、もう一回、めげない。うん、何回かやればストールの限界がわかるはずだ。悔しい、ここむずくてか狭い。ちょっと待って。あ、撃ってくんだ敵。当たるかな。もうミサイル連打。よっしゃ。さあここで落ち着いて、落ち着いて。さあどうしたらいいの。仕事は終わった、生きて帰る。そうしたいとこだね。そう、生きて帰れるぞ。どうやって。見つけたぜ出口。どこ。軌道エレベーターだ。上に行けってこと。本来は空洞だ。垂直に登れば天井は開いてる。無茶言うな。俺の期待では難しい。え、嘘、カウント一緒に行こうよ。いや、あそこから行けって。行くんだ。外の連中が待ってる。そうは言うけどさ、無理だよ。無理だよ。ちょっと待て。
ちょっと待ってくれ。どうやんのこれ。そっから入っていいんだよね。これもう一回戦わなきゃダメ？それとも、ああ、もう一回か。ああ、くそ。はい、これ5回目 ?4 回目先に飛行機落としちゃおうか。当たる？よし。さあこっからだよね。どうしたらいいんだ。もうより遠くから行こう。仕事終わった。生きて帰るぞ。ああそうしたいけどさあ無理だろう。生きて帰れるぞ。見つけたぜ出口を。起動エレベーターだよ。この道のところから行けば空いてんのかな。そうだね、道のところから、この道が通ってるところから行けば、こうだこうだこうだね。よしよし、さあ行ってみようか。これ加速していい？もう少し燃料を減らしてからにしたかったな。大丈夫かいカウント。難しい難しい難しい。着陸する。誰か、もう少し、もう少し。大丈夫カウント、カウント聞こえますか？はい、みんなが待っています。暗い世界。出た。ああ出た。難しいミッションでしたな。トリガーだ。ストライダー1をレーダーに確認した。カウントは、さすがだよトリガー。お前にだけはかなわねえ。ストライダー2はどこだ。誰かカウントを確認したか。俺の活躍を見せてやりたかった。お、生きてる。このバカ野郎。嬉しい。今どこなんだ。トリガーを見上げてるよ。奴はいつも俺の頭上を飛んでやがる。あいつはみんなの上を飛んでるのか。ちげえね。救助部隊を送る。正確な位置を教えろ。軌道エレベーターの真下、高度マイナス500m。マイナスだと。おいトリガー、大バカ野郎、教えてくれ。そこの空は何色だ。東北生態へ往復する7年のミッションから帰還した。この宇宙港に帰着する最初の宇宙船となれたこと。なんだこの夫人は。こちらは宇宙船ピルグリム1号、船長の永瀬ケイ。星々の世界は今や我々の前に開けている。私たちの宇宙船に帰り着く港を与えてくれたパイロットに感謝します。広い宇宙が私たちの前に広がっています。私たちは今そこを目指し、繰り返し登っていくためのゲートを手に入れました。そうか、彼女の帰還はこの日この瞬間だったから。この未来を与えてくれたパイロットに感謝を。未知なる空へ。人間の可能性をつなぐロープは残ったよ、じいちゃん。軌道エレベーターの付け根には難民たちの町ができている。今日もユークトバニアから援助物資を積んだ輸送機が飛来して空挺投下している。王女様が世界中に援助を呼びかけて、これがその答えだ。市役所職員みたいになって援助物資を配る仕事はあの政治犯野郎がいればお似合いだったが、ベルガ人のジョルジュが代わりにやっている。ここにはタブロイドが欲しがっていた新しい体制がある。
ミハイの孫娘たちも手伝っている。ミハイか。あの灰色の髪の老人もここにいる。生きて生き続けて、孫の世代がこの先の未来を作り出していくところを、何も生み出せなかった自分が眺めていかなければならないのだとは。それが罰なのか。そんな試練に耐え、大空を飛ぶ自由を失い、この身が老いて朽ちゆくことと付き合わなくてはならないというのか。そうして年寄りが年寄りらしくベッドの上で死んでゆけることこそ平和の意味なのさ。そうしたものをあの子たちはここに築き上げようとしている。今日も新しい難民たちが到着し、そして王女様は星空を眺めてる。ダークブルー、さらにその上の高み。聞こえますか？Tu te souviens de nos fleurs préférées qui chantaient tout près de nous。 はい、大型犬がお送りしてまいりました。エースコンバット7。何年待ったかもう覚えてないぐらい待ち望んでいた。そして XBOX でも出てくれた。これは大変嬉しい事件でございました。そして僕の大好きなエースコンバットね、その自分勝手な、僕の自分勝手な期待に漏れず、しっかりと褒めておだててもてはやしてくれたね。いやーもうちょっと短いなね。なんかこう勝手な感覚だけど40ミッションぐらいあるようなつもりでやってたらスッと終わっちゃったからね。ちょっと短い感じはするけど、まあでもさ、なんだかんだみんな無事でよかったね。あ、まあもちろん序盤でね亡くなられた方もいて大変残念だけど、ダークブルー、人の魂が求める自由、を空で表現しているのかも知れないね。はい、パートいくつだ、20ぐらい、になるとなったと思いますけれども、まあ、4週間、5週間ね、結構長くなってしまいました。連続してご覧いただいた方は大変ありがとうございました。プレイされた方もされていない方もね、僕と一緒にそわそわしていただけたら嬉しかったかなね。で、飛行機のゲームをね、こう本格的に実況するのは初めてだったので、どうすれば酔いにくいかっていうのはね試行錯誤したんだけど無理でした。なのでどうかね、あの酔っちゃったよっていう方がいたら申し訳ありません。次回以降もしチャンスがあればね、もう少し気をつけられたらいいかなと思いますね。で、まあ、僕のいつものパターンとしてはこの後英語にして字幕でやる。その最初ね、あの字幕読んでる暇がなくて何喋ってるのか分かんなくなっちゃうのが嫌でね、日本語でいつもやります。でなんとなくストーリーとかセリフが分かってから英語の音声にして日本語字幕で、違う雰囲気、すごい違うんだよ雰囲気、違う雰囲気を味わうっていう遊びをこれから一人でそっとねやろうと思います。他の飛行機も買ってマルチもやってみてで自分なりに細々と楽しんでいきたいなと。で多分ね、あの3週ぐらい、最低でも3週はすると思います。いろんな飛行機乗りたいからね。まあ何にせよ今この瞬間 Xbox One というですね、このハイスペックなゲーム機の上でエースコンバット7といういろんな人の思い、長い期間の多くの人の思いが詰まった作品をプレイするタイミングに恵まれたことに感謝をしつつ、エースコンバット7の実況を終えましょうか。
楽しかったね、楽しかったね、うん、もっとやりたい。追加のストーリーを期待してます、ダウンロードコンテンツでね違う人の視点とかさ、それこそおじいちゃんの昔の話とかさ、で何より最後にあの永瀬が出てきたじゃない、もう嬉しいで、ああブービーの時代を思い出すよね。そのサイドストーリーなんかも見れたら楽しいなね。エンディングはいつもの通りこのまま流します。それじゃあ今夜もエースコンバット7もこの辺で、大型犬がお送りしました。またね、バイバイ。